はい、22時19分本日の園芸活動のスタートでございます。今回はね、こういったグラキリス系をね、植え替えていきたいと思います。これは先日私ライブ配信でキャピキャピニコニコしてる私が出てたと思うんですけども、そちらのグラキリスなんですが、まずはね、こちらのミショッコたちですね、植え替えていきましょう。こちらはですね、グラキリスですね、2019年ですね、5月30日に発種したグラキリスですね。まあ、いくつか撒いたんですが、3つぐらい発芽して無事に育てていて、1つは人にあげたものがあるんですが、今2つ育てています。こちらはエビス大国ですね、同じく2019年のものですね。後ろのはウィンゾリー、こちらも同じく2019年でゴールデンバイオド使ってるんだな、こいつな。はい、でこちらもウィンゾリーですね、同じウィンゾリーです。でもう1つね、ウィンゾリーという種で購入したんですけど、ちょっと葉っぱの違った、よくわかんなくて、しかも冬に全部葉っぱ落として枯れかけていたんですけど、なんか葉っぱ出てきたんですよね。そういったウィンゾリーがありまして、こちらをですね、今回は植え替えていきたいと思います。この植え替える時間は22時ということで、夜にね、外で作業してるとだいぶ怪しいので、室内で作業していきます。まずは優しく土を掘り起こしてまいりましょう。ここでね、根を傷めないように優しく優しくですね、ポロポロとやっていきます。やっぱり用土はね、乾いている方が根が傷つきにくいので、まあ、カラカラに乾かした方がいいんじゃないかと思います。たまにね、濡れた状態でやっちゃう時もありますけどね。はい、要注意ですね。こちらエビス大国さんですね。エビス大国は1個しかね、発芽してないんですけど、5個ぐらいは撒いたんじゃないかなと思います。まあでもそれでもね、なんとか1つ残ってくれてよかったですね。ウィンゾリー根っこ長いね。なんでこんな長いんでしょうかね。ウィンゾリーの特徴なのか何なのか、ああ全く分かりませんがね、根っこが長いのはいいことですね。はい、こちらはもう根っこすらない、ただの棒、爪楊枝なんか変なやつなんですけども、まあ、今回はね、この子もね、復活させていきたいなと思います。使うのはね、エクサゴノの極小粒ですね。はい、それとオルトラも用意しました。はい、で土入れがなかったんで鉢をね使います。鉢使うとね、一つだけいいことがあって、一緒にねみじんを抜くことができるというね、まあ、今回みじん抜き済みのやつだからあんまり効果ないんですけども、鉢をね、鉢でこうやってね土入れると一緒に細かいのも出れるんで、私は意外とたまに使います。まあ土入れ使った方が圧倒的にやりやすいので、土入れをおすすめいたします。はい、ポン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 やってね、これはね、土を根っこに絡ませてるんですね。で、ね、絡ませてるというか、ちゃんと細かいところまでね、土を入れてあげるっていう動作ですね。うん、竹串とかね、丁寧に使った方がいいと思いますけどね。はい、竹串がね、あるんですけどね、めんどくさくて使っておりません。もうね、ポンポンポンってね、でオルトラをね、使うの忘れてましたけど、まあいいでしょう。はい、やっていきましょう。オルトラね、出しただけっていうね。はい、完了。タグ、タグ。そして、タグ。タグがね、足んなくなっちゃった。まあね、間違える種類でもないからね、そのうち気が向いた時にタグを刺しておきたいと思います。で、一回ね、ここに置いてある土をね、よいしょってね、これは外のどっかにばらまきでね、はい、戻っていきます。どうでしょう。早速ね、この子たちにね、水をあげちゃうんですよ。私、開墾植物ね、あ、狭そう、この辺。まあね、植物あるあるですね。キッチンがめちゃくちゃ狭くなるというね。はい、で開墾植物はですね、もうそこを水あげちゃいます。大体ね、こうやって土を湿るっていうことですね。根っこをめちゃくちゃいじってたりとか、もう根っこちょん切って落ちた時はやっぱ乾かさないとちょっと怖い時もあるんですけども、基本的にはね、もうガツガツ根っこじゃなくて水をあげちゃって、もう土を湿めております。もうちょっとこの日早く寝たかったのもあって、もう速攻この水の力でね、水がね下に行く力でね、水を抜きました。もう無理やりで、はい、ひとまずここでね養生してね、今ここ今やってるのはね、梅雨なので、まあ、晴れになったらね、外に出してあげたいなと思いますね。はい、ここで今年はぐいぐいしっかり育ってほしいですね。やっぱね、種から育ってるとね、愛着がもうすごくありますね。で次、現地球グラキですね。またこれは後日の話です。これね、よく見たらね、鉢の底からね、根っこが出てたんで、もうやっちゃってもいいのかなって感じで行ってみましょう。で今回も消化用バケットでね、土を取ります。はい、意外と根っこ少なかった。あ、グラキってこんなもんなのかなとか思いながらね。まあ、現地球のグラキを植え替えるの、私、こちら、人生で初めての作業を今現在しております。そこにはね、カナマ土を入れて、こちらエクサゴノの極小粒ですね。本当は小粒使いたかったんですけど、小粒他のやつに全部使っちゃったんで、はい、極小粒でね、やっていきます。まあ、ほどほどに排水性もいいので、まあ、なんとかなるんじゃないのかなというね、そういう期待感でね、やっております。よろしくお願いします、グラキさんね。はい、表面にはね、こちら、富士砂を敷きました。富士砂敷くとね、まあ、かっこいいっていうのと、
ど、蜂のねこの株がでっかかったりするときにうまいことね藤砂のねその多孔質の感じが噛み合ってね固定されるっていうメリットに最近気がつきました。はい、で水をたっぷりあげましょう。鉢底の垂れてくる水が透明になるまでねガツガツこっちも水をあげていきます。この瞬間がね気持ちいいんですよ。茶色い水がヒューンって透明になる瞬間、あれね本当ね私はね大好きですね。はい、こんな感じで戻しておきました。これちょっと撮影のためにねかっこいいところで撮ったんですけど、まあ、ちょっといきなり直射は怖いのでこの後ね温室の方の風通しのいい温室のね、まあ、半日陰ぐらいのところに移動してあげましたよ。はい、で2週間後と1週間後梅雨明けたですね。はい、ようやく明けました。気持ちいいっすね。いや外に出してあげましょうよ。もうねもうこのアマテラスなんかいらないからここに、うん、これ取っちゃいましたよ。で、グラキさん持ってきますよ。お外に行きますよ。まぶしい、気持ちいい。やっぱりね晴れってねすごいテンション上がる。もうね植物育て始めてから晴れが超嬉しい。もともとまあ好きでしたけど雨よりかはねもう晴れた日にもう大好きですね。はい、ただね梅雨も割と嫌いではなくなった。うん、チランジアとかはね梅雨時期にね冬場の乾燥を取り戻すとかもあるのでいやー難しいですね。はい、でこのグラキねまあちょっと下葉のところは黄色く落ちていったのはまあ植え替えのダメージなのかなと思いつつねなんとかなるでしょうと信じております。いやーいい天気だな、ね、めちゃくちゃ快晴よりもねほどほどにこんな雲がある方がね植物たちにはちょうどいいような気もしますね。人間的にもちょうどいいですしね。はい、微妙なねこの配置替えねやるの楽しいんですけどね何回かこれでね倒してしまったっていう経験も多々あるので何回か多々あるので、まあ、ここはね要注意ですね。はい、おあそこの堀田さんかっこいいな。堀田もねこのホームセンターでサボテンみたいな多肉植物みたいな名前で買ったやつでねかっこよくなってきましたね。はい、で後ろがねラメリーと電子フローラのアデニウム、ラメリーフィフェレネンスアデニウム、サキュレンタムにグラキリスにタッキーですね。ちょっと順番よく分かんなかったかもしれないですけど、はい、でもこの日はね本当は朝に水とかあんま開けたくないんですけど、まあ、まだこの日は最高気温が30度くらいだったんでいけるだろうということでね。で朝に水浴びるってやっぱ気持ちいいじゃないですか。気持ち的にね、まあ、自分が浴びてるわけじゃないですけどね、はい、すごく気持ちいい気分になるのでここでたっぷり水をあげました。これから夏の時期はねもう出しっぱなしにしてガンガン日に当ててかっちりめっちりね育てていきたいなと思っております。パキポディウムのタッキーさんですね。これね鉢のねど真ん中じゃなくてちょっと横にずらすというねおしゃれテクニックを使ったんですけどあれ難しいですね。普通に真ん中に置いた方がかっこいいなというね、はい、非常に後悔いたしました。あれで、ね、よく見るじゃないですか SNS ですごくおしゃれにね鉢の端っことかに置いてなんか盆栽チップに育ててるのとか見るんですけどあれはね相当センスのいるね育て方なんだとね実際にやってみて、はい、気がつきました。本当すごいです、あれできる人ね。いやということでね無事に夏を迎えることができました。おっとまだ水あげんのかこいつね。おアロディア左の方にあるのも結構育ってきたな。もうね倒れそうなんでねメタルラックにね直接ねくくりつけてます、支柱の方をね。はい、でこの下実はそうですね腰水ゾーンになってましてこんな感じでね水がねジャバジャバかかるところですね。アガペにディッキアを腰水にこちらしております。あとはねちょっと養生とかもう枯れそうでどうしようっていう株をねここにぶち込んでおりますね。はい、ということでね本日はパキポディウムを植え替えるというね動画でした。ここまでご視聴いただきどうもありがとうございました。